キッズリターンは1996年に公開された日本映画北野武の6作目となる監督作品様々な青年たちが大人の世界に踏み込み様々な現実に直面する模様を描く青春映画第49回管理国際映画祭監督週刊正式出品作品1996年7月27日土曜日 東京都新宿区のデアトル新宿にて、短館ロードショーとして一般公開され、初日舞台挨拶に、北野武監督、並びに、音楽監督の被災史上、主演の金子健、安藤正信、石橋亮などの主要、キャスト、スタッフが登壇した。落ちこぼれの高校生まさると真地は、高校が受験ムードになっても、いたずらやかつアげなどをして勝手気ままに過ごしていた。 ある日、カツアゲの仕返しに連れて来られたボクサーに一発で、悶絶したマサルは、自分もボクシングを始め射程のシンジを誘うが、皮肉にも、ボクサーとしての才能があったのは、シンジであった。ボクシングの才能がないと悟ったマサルはボクシングをやめ、以前に、ラーメン屋で出会ったヤクザの組長の下で、極道の世界に入り、二人は別々の道を歩むことになる。高校を卒業し、 プロボクサーとなったシンジは快進撃を続け、マサルは国道の世界で成り上がっていく。1994年のバイク事故で死に直面した北野武氏がブランクを経て撮影した復帰作。事故が作品の世界観に大きな影響を与えている。復帰作とあって、プロデューサーの森正幸は北野武氏の復活のアピールのために慎重に企画を立ち上げた。 本作の企画が出た時、他のスタッフからは、そナちねのリベンジをすべきだという声が上がったが、森はたけしが考えていた、フラクタルという映画の企画や、バイオレンス路線での復活は、時期尚早として拒否し、本作を選んだ。そして、たけしに対しては、クランクイン前に、脚本の開講を何回も行わせた。たけしは、 漫才ブームの頃から、いつか、レイジングブルのようなボクシング映画を撮ってみたいと語っており、この構想の一端は、本作で実現することとなった。本作の中で二人が、ジムに入門し、やがて異なる道を歩んでいくくだりは、たけしがボクシングを習い始めた時代に活躍していた、東洋フェザー級チャンピオン、関光則のエピソードから着想を得ている。本作でデビューした、 安藤正信の出世作として知られる。また、金子もこの映画を機に俳優として飛躍した。安藤は、元ボクサーとのボクシングの試合の撮影で鼻先に、パンチをもらい、撮影後、楽屋で鼻が曲がってない手を打ち込んでいる時に、たけしから、役者生命に、支障はない、一生食っていけるからと言われ、慰められた。安藤のボクシング指導は、実際に、 トレーナーで映画にも出演した梅津雅彦が JB スポーツクラブで行った。トレーナーの梅津はこの映画の構想を撮影の5年前に、志から聞かされている。最後の真時の試合のダウンシーンは演技ではなく、撮影終了後、実際に医者が呼ばれ、控室で処置がされた。林のモデルは、志が若い頃に出会った先輩漫才師である。 タケシが飲みに誘われたのを撮影があることを理由に断ったら芸人は飲むんだよ。面白いやつは面白いんだよと言われ結局ついて行って飲んで失敗したことがあったという。また林の役は当初は役名もない派役であり、元の脚本ではホステスの役回りだったが女で堕落するのでは当たり前すぎて面白くないという理由から設定変更された。 セリフを撮影当日に紙に書いて、直接渡し、俳優はその場で覚えて、即興で演じるという、北の作品で後によく用いられるようになる手法が、初めて導入された。音楽を担当した被災氏は、当時、映画音楽の仕事を休止していたが、本作が2年ぶりの映画復帰作となった。被災氏は、若者が主人公の映画なので、音楽は元気なものである必要性を感じ、 ユーロビートやディスコをベースにしたリズミックな音楽を手掛けた。ラストシーンの音楽についてたけしは、あのエンドロールのために映画があったなぁと喜んだという。本作では、生楽器をあまり使用せず、ヤマハの VP1 や VL1 などのシンセサイザーが多用されている。パーカッションはサンプリングがメインだが、1パートは必ず生音を入れている。これについて、被災氏は、 生の持っている人間臭さとリズムループのメカニカルな部分の両方が好きと述べている。本作で登場する学校は、サレジ中学院高等学校が1995年4月に、川崎市宮前区先沼から横浜市、鈴木区南山田に移転した、犀の跡地を利用したものである。作品中に登場する、職員室の扉にある、落書き、浜崎のうんこ野郎の、浜崎は、 サレオ学院に実際に勤めていた教員の名前である。シンプルなストーリーとしっかりした画面構成が、淀川長春に絶賛されたほか、それまで北野の,の才能を評価しながらも一貫して、辛口評価を続けてきた、田山力也が賞賛した作品でもある。田山が武しに直接賞賛の言葉を送ると、北野は驚いて、本当にと何回も聞き返してしまったという。 2013年10月12日に、原ンアンビートたけし、監督、清水博士、主演、平岡優太、三浦隆次大で、続編、キッズ、リターン再開の時が公開された。物語は、今作の10年後を描く。マサルとシンジは、高校時代を共に過ごした、親友同士。マサルはボクシングを習うために、ジムに通うが挫折して、ヤクザの組員に、 マサルに付き添った、シンジの方が、ボクシングに目覚める。いつも一緒だった二人はいつしか別々の人生を歩むことになる。物語の舞台はそれから10年後、刑務所から出所したばかりのマサルは、自身が所属する、室沢の組事務所を訪れる。しかし、室沢から数年前に組が解散して、島のしのぎ集めにも苦労していることを告げられる。 一方ボクシングを辞めたシンジは警備員として働くが、ある日同僚の松本が交通整理中にミスをして、チンピラに絡まれる。仲裁に入ったマサルに騒動に駆けつけたシンジが気づき偶然再会する。その夜二人は、シンジの知人のマナミの店で、久しぶりに語り合う。シンジが試合での扱いに不満を感じボクシングを辞めたことを告白。マサルは、 高校の頃に言っていたように、ボクシングで見返してやればいいと葉っぱをかける。翌日、シンジは自ら辞めたジムの会長、沢田に頭を下げ、もう一度ボクシングをやらせてほしいと頼み復帰する。トレーナーの小林は、シンジがまた試合でかませ犬にされると心配するが、シンジの意思は固い。マサルは、射程の有事から、島の経営者たちが、先山の指示で、 しのぎの金を減らしていることを知る。先山の会社に訪れたマサルは、室沢の組の解散により扱いが曖昧だった島について話し合う。お互いの島に対する認識が食い違う中、今後はマサルが島を仕切ることを強引に押し通す。その後、先山を恐れて支払いを渋る経営者たちには、マサルが暴力で脅して金を回収。先山は、マサルのしのぎ集めを、 しぶしぶ黙認していたが、部活手に経営者たちの不満を知り苛立つ。高校時代に、シンジがボクシングを始めた経緯をマサルから聞いた学ミは、シンジを応援する。ほどなくしてシンジは警備員を辞めて、ボクシングの練習に打ち込み試合に勝ち上がっていく。そんな中、マサルは、室沢から九州に組を持つ知人から将来島を、任せるために来てほしいと話を持ちかけられる。 しかし後日、室沢は、直接崎山と島のことを話しに行くが、後日、崎山の策略により室沢が逮捕されてしまう。キッズリターン再開の時に関するカテゴリー。ありがとうございます。